わかりました。じゃあ伊勢選手からいってみましょう。どうぞ。風太くん大きいね、書いてくれました。武田選手は風太くんすごい、なんでしてるんですか。ニュースで見ました。ニュースで見ました。で、ひらがなで風太くん。やったことありますか。ありますか。そして、新田選手はドン。パンコちゃん。これレッサーパンダですからね。パンコちゃん。あの多分千葉市動物公園にパンコちゃんがいないと思うので、何かね名付けてもらえたらいいですよね。じゃあ第4問最後です。ごめんなさい。なめろうとは何だ。なめろう。あら、全問正解。全問正解者には社長賞があった。なめろうとは一体何だ。あれですよね。それはあの分かる方いらっしゃいますか。サポーターの方で。まあ、大体分かる、分かる、分かりますよね。これはあの一体何だと思いますか。じゃあなめろうの説明は難しいとしても、あの生き物なのか食べ物なのか、なんかこう場所なのか、なめろうとは一体。質問でした。え、どういう問題でしたっけ。質問はなめろうって何。なめろうはない。あの筆が動く。お母様ジェスチャー、ジェスチャーで、あ、そうですね、はい、なんかもうポカーンとあの、まあ、こういう感じでタタ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 。まあまあまあね、今クイズやってるんですから、もうお父さんそこでね、あの魚のハンバーグって書けんじゃねえのかっていう、はい、そういう感じですね。ありがとうございます。はい、では出してください。どうぞ。焼いてないし、すごい。魚食べ物、食べ物の飴の名前、なめろう。ね、これ兵頭選手はもう完全に分かってますよね。ちなみに説明をするともっと分かんなくなっちゃうかもしれないんですけれども、味噌をベースに日本酒醤油みりんなどで作ったタレに、アジなどのお刺身を絡めてご飯にのせてお茶漬けなどで食べると、その美味しさにお皿まで舐めてしまうと言われたことからなめろうという料理が生まれました。兵頭選手に大きな拍手を。素晴らしいですね。いや、二組目もなかなかな感じでよかったではないでしょうか。今季の活躍を大いに期待しています。それでは、最後になりますが、じゃあ伊選手からボタンの方にメッセージとともにお願いします。今年は個人として、ん、では、やはりは選手です。なんか調子が悪かった。大丈夫ですね。あ、大丈夫です。はい、お願いします。個人としても成長してチームに貢献できるよう頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。僕はマリノスからのレンタルなので、今年 J1 に絶対上がって、来年マリノスに帰らずにこっちに残って、J1 でマリノスに勝ちたいなと思うんで、絶対 J1 でやばいな。お願いします。
われる千葉銀カップで、フルスである柏レイソルをしっかり倒し、開幕戦に向けていい準備をしていきたいと思います。まあ先のことなんでね、あんまり僕は言えないですけど、まあ J2 優勝して J1 に上がって、あのジェフに残りたいと思います。あの1年応援よろしくお願いします。そして田中選手、もうみんなで J1 昇格目指して頑張りましょう。新田選手、兵藤選手、武田選手、井出晴也選手に大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。